春はしみじみと語るそして翌日には東京に戻り警察に出頭すると舞と恵みに伝える第90回予告です2014年6月隆の短歌が好きだという秋月文子が出らしねを訪れる文子は持ってきた自作の短歌を隆に読んでほしいと頼む舞が店番をする中 芙美子の短歌を読み良い歌を読ませてもらったとお礼を言うすると芙美子は突然涙を流し人に見せるのは怖かったが芙美の短歌を読んで芙美になら自分の短歌を見せられると思ったと告白する第91回予告です物産展のケーキ漬けで酔いつぶれ岩倉家に泊まった後藤の桜舞 恵みに翌日朝食までご馳走になり3杯目のおかわりをする舞が仕事を終わらせ物産展へ高司と行こうと出らしねを訪ねると高司は出版社の編集者劉宝城に新作の短歌を見せていたしかし宝条はそれらにダメ出しをする